ハリデイ・ディブ・アドゥバルはトルコの作家。トルコナショナリズムに傾倒し、トルコ革命には兵士として参加した。ハリデイ・ディブはイスタンブールの帝身の子として生まれた。アメリカ系のミッションスクールであるロバート大学でアラビア語と数学を学び、1901年に卒業した。1908年の青年トルコ人革命への翌年に最初の作品を発表し、 統一と進歩委員会機関士をはじめとした雑誌や新聞に小説を投稿するかたわら各地の学校で教弁をとった。最初の結婚で二次を設けたが夫と離婚、その後1912年にアドナン・アルバルと結婚した、この頃からさらに民族運動に対し活動的になっていった。イスタンブールの国民会議で指導的役割を果たし、 トルコ独立戦争中の1920年には、イスタンブールの軍事法廷で、ムスタファケマル、アドナン博士などと共に死刑を宣告されたが、アナトリアの戦場で兵士として戦った。戦争に勝利した1922年には、戦争中の体験を踏まえ、従軍看護獄と二人の戦士を描いた試練で祖国愛を訴えた。イスタンブールではなくアナトリアを舞台とした作品が、 発表されたことは、トルコの文学史上でも、画期的なことであった。オスマン帝国の滅亡後に、トルコの独立戦争を共に戦ったケマルと、対立して、1926年から1936年まで、フランス第三共和政下のフランス、イギリスに渡った。1939年に帰国後は、イスタンブールで、英文学の教授となった。 1950年から1954年まで議員を務めた。ありがとうございます。